This video is brought to you by G2A.com。 これスペインですよね。スペインは多分初めて来ますね。でも近代都市な感じだな、ここは。なんて地獄なことをしてくれるんだこれ。これで、今回はモロッコから、スペイン経由してポルトガルですね。このルート行きましょう。はい、トレーラー連結。じゃあ出発していきましょう。大丈夫そうですね。もうこっからちゃんと、なんだこの駐車してんのは、危ないな。90キロ制限ですね。あ、これ今ナビにちゃんと速度制限出ましたね。これありがたいな。これでオービスがだいぶ楽になればいいんですけどね。よーし。おーっと、いきなりノロトラックは抜かしていきましょう。はいはいはい。クラクションはどれだったかな。あ、これがハザード。あ、これだ。ちょっと BGM でかい気がするな。バスの免許リアルで取るの大変ですよね。ちょっともうちょっとエンジン音聞きたいんだけどな。ちょっと再設定してもいいですか？70キロ制限だけど90で出てんだけどいいのかこれ。合ってんのかな、ちゃんと。うん、久々のユーロトラックですね。あ、リターダー効いてたな、今。すごいブレーキが効く。あ、一時停止ですね。守りましょう。右側通行ですよね、これ。もう左のミラーが小さいんで、あれ見るしかないな。90キロ制限か。トラック用の速度制限だから遅めなんですね、若干。ここ走りやすいですね、やっぱ砂漠地帯は。そうですね、この YouTube の曲は基本 YouTube の曲っていうか YouTube が提供している著作権フリーで使える、著作権フリーなのかな、まあ、YouTube で使う分には問題のない曲ですね。これは結構な種類ありますね。500種類ぐらいあるのかな、全部で。一応今流してるのはその中でもちょっとゆったりめ系のが多いですね。まあ、カントリーとか。はぁ、スピード出てきた。これやっぱ速いですね。オービスないでしょ、これ。この砂漠地帯はいかに飛ばすかですからね。車もいないし、今何時だ？あ、夜の10時ですね。130キロ出てる。いいですね。エンジンもちょっと改造したんで。おー、パッシングされた。
結構スピードは出るようになってますね。もうちょっといいエンジン積みたいんだよな。ただこれスピード出しすぎると本当に横転しちゃうんで気をつけなきゃいけませんね。ちょっと暴走トラック気味でささっと持っていきましょう。距離は何キロあるんだ。あ、でも700キロか。全部で途中船もあるからそんな距離ないですね。でもお金は良かったな。12速にしよう。チャットもなるべく見るんですが、脇便運転すると危ないので。あ、オービスっぽいな。なんだこれ、ゴミ捨て場か。なんかキャンプ場みたいなとこでしたね。ビューっていうのがリターダーの音ですよね。自動速度制御装置でしたっけ。受験頑張ってくださいよ田中さん。受験優先で。これは運転だけなんで。ずれそうで怖いな。ずっと90キロ制限というか暗いですね。お、なんか光ってる。 あ、やばい。多分あれオービスでしたね今の。これリターダーオンにしたらすごい効きますねブレーキ。砂漠をオービスの心配、いやでもたまにあるんですよね。なんか街みたいなところに、いやらしいとこにあるんですよ。だたまになんかさっきのなんか点滅してるとことか危なそうでしたね。おー、あ、この道走ったことないな。ちょっといつもと違う。あ、ガソリンはまだ半分あるか。あ、でも行きたいな、ガソリン行くか。ちょっとガソリン寄ってきます。この先あるかどうかわかんないんで、今のうちにささっと寄ってきましょう。ガソリン入れてなかった。すごい効きがいいからやばいなこれ、リターダー。あ、なんか止めてますね。パーキングして補給中ですね。いいですね。デコトラ仕様いいな。自分もそれにしたいな。なんかやってるぞ。なんか事故。あ、細かいですね。あ、パーキングがかかったまだ。ちゃんと、あー、事故があるからいけないみたいな風になってるんですね。あー、いいですね。こういう細かいとこ、モッドのマップなんですけどね、ここは。こういうの面白いですよね。さあ行きましょう。たまに車走ってんだな。大丈夫でしょう。どんどん行きましょう。ガソリンスタンドでなんか買ってきたいですよね。飲み物とかご飯食べるモッドとかあんのかなこれ。あ、コーヒー飲みながら運転しようと思ったマイクが当たって。行きましょう。飲み物が飲めなかった。
おお、なんか街中入りましたね。あー、あるなこれ。40キロ制限か。空港みたい。なんかなんだここは、謎の地帯ですね。空港っぽいな。ヘリコプター飛んできましたね。抜かしていいでしょこれも。あ、ダメだ、遅い。よし。あ、なんかもう海か。海ですね。ちょっと暗くて見えにくいですけど、もう海か。ちょっと真ん中寄りすぎてる。やっぱ夜は交通量少ないから楽だな。まあいいか。あー、走りやすい、走りやすいけど眠気を誘う道だなこれこれやばいな。早速眠気を誘う道がやってきましたね、いきなりこれはまずいぞ。あ、オービス。今回一回も違反してないし、ぶつかってないですよ今のところ。オービス怖いな。クルーズコントロールで一定の速度で行ってもいいんですけどね。でもやっぱちょっとでも早く運びたいですよね。ささっと終わらしたい。山本さんどうもです。落ち着きますね落ち着くというか眠くなっちゃいそうですね皆さん日本もっと出たら面白そうですけどね本当に。あ、いか、あ、バグった。危ない危ない。ちょっと待ってください。何で設定したか。あれ、あれは設定してなかったか。ワイパーは設定してないんだな。よし、どんどんスピード出るぞ。オービスだけやっぱ途中ちょっとありそうなんで気をつけましょう。130キロ出ますね、やっぱり。もう1、2段階ぐらいいいエンジンありますよね。なんかあるな、気のせいか。なんかもう残りが500キロか。200キロぐらいもう走ったのかな。結構走りましたね。なんかパッシングっぽいのしてたぞ。あ、街中か。ちょっと、あ、ここにもあったな。街中はちょっとゆっくりめに行きましょうか。あ、ちょうどなんか通るな。ここまっすぐですね。リターダー効きすぎてちょっとむず、あー、やっちゃった。取られちゃいましたね。そしてこれ右側やばい、見えない、暗くてサイドミラー見えないですね。取られちゃったな、いきなり。どうしよう、ちょっと街中探索してもいいですか。お店を開拓しておきたい。
歩行者がいる。ちょっと寄り道ですね。あー、ダメだ。おー、すごい効く。ちょっとこれ、制動距離がだいぶ変わりましたね。歩行者は引けないですよ、このゲーム。多分すり抜けます。ここを右だな。あ、ボルボのディーラーか。よいしょ。おお、ちょっと縁石乗り上げそうだった。これで、また、右を曲がって、結構ハンドルが素早く効きますね。ちょっと寄り道です。あ、青になるな。ジョブマーケットですね。ちょっとそろそろ人雇って稼いでいきたいですね。ここ左だな。全然すぐ止まれる。自動車みたいに止まれますね、これ。ちょっと効きすぎて、あれですね、エンジンブレーキ基本使うようになるかもしれないな、これ。ほんと緊急停止用になったな。リターダーがやばい。よし。てか、ここすごいでかい街ですね。タンギア？なんだそれ。やばいな、スピード出しすぎちゃう。あ、オービスだ。後ろから撮るタイプのオービスでしたね。あ、港ですね。あ、もうこっからスペイン渡れるみたいです。あー、止まっとこう。やばい、効く。まあ、効かないよりかはいいですね。だいぶ制動距離が短くなった。でもなんか最新のボルボのトラックもあれですよね。自動追突システムかなんか搭載して、YouTube かなんか映像を見たんですけど、すごかったですね。本当にかなり短い距離で、一気に止まってましたね。もうあれですよね。大型トラックも、自動追突防止装置でしたっけ？あれが義務化されるんですよね。ああ、する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 。すっちゃうすっちゃう。ん？左か。あ、あ、失礼失礼。これパッシングはできなかったか。ここ入るんだ。ここ右かな？どれだろう？これかな？あ、なんかいる。ここっぽいですね。こう分かんないんですよね、最初。お？まさかのトラップじゃないよな。びっくりした。これたまに違うこととかありそうで怖いですね。はいはいはい。フェリー乗り場ですね。出発地、あ、一箇所しかないから大丈夫ですね。2時間か。短い。あ、全然距離ないんだ、これ。よし。じゃあ、スペインですね。あ、ハンドブレーキかかってるな。まあ確かに自動ブレーキ効いても後ろの車が自動ブレーキじゃなかったら追突されそうですね。そういう危険性も、だが全部の車がそうなんないと危なさは変わんなそうですね。これどっちがどっちだ？こっから出ていいの？
右側通行ですよね。ああ、スペイン、イギリス領だったから、イギリスの国旗ってこと？あ、やばい。あ、やばい。演出した。こういう場合はもう何度も経験してるんで、ハンドブレーキをして、ハンドブレーキをオフにしてから出発すると。教習所通りですね。これは嫌なとこにあるな。ハンドブレーキして。これひどいですよね。よいしょ。行きましょう。これスペインですよね。スペインは多分初めて来ますね。でも近代都市な感じだな、ここは。どこだ？ギバルレーター読めない。まあ、市内だからそんなスピード出さずに行きましょう。遅いな、この乗用車。市内はオービスが多いんで、それが注意必要ですね。おっと、ブレーキか。おお、大丈夫だ。全然いつもよりか、ブレーキ踏むタイミング遅くても OK ですね。よし、行きましょう。マドリディスタ、マドリディスタ、マドリスタ。なんか聞いたことある気がするな。港町なんですね、マドリスタ。この距離から全然止まれますからね。すごっ、これ便利だ。あ、青だな。残り400キロ。まあ20分かからないぐらいですかね。あ、ダメだ。今直すとバグりそうなので、あ、そうか、右車線だからこっち追い越し車線ですね。あ、飛行機注意の看板出てるな。あ、レアルマドリードの本拠地とかそんな感じですか。あ、この先左だな。左寄っとこう。ちょこんと踏めばいいですね、このブレーキは。おお、すごい。体悪くなりそうだな、こんな揺れてたら。腰やられちゃいそう。よし、行きましょう。車は秘密ですね。よし。止まれると。全然止まれる。いいな、リターダー、ありがたいな。あ、バルセロナのファンのことか。そういうことですね。ん？青ですよね。あ、一車線か。トンネルですね。今日は全然元気だ。ちょっと稼ごう。ガレージ買ってバス買いたい。80キロ制限か。結構トンネル内あるんですよね。これは空調のあれかな？出入り口とかにいやらしく立ってるんですよね。あ、細い道。イギリス、ユーロ。道細いですね、これ。ぶつけそう。あー、オービスあったか。道の細さで気づいてなかった。そしてなんか、あ、気球が飛んでたけどちょっと見えない。やらしいとこ2回目ですね。オービス2回取られちゃったか。ほんと
捉えたくないんだよな。おーおお、ビーチですね。ちょっとよく見ときましょう。オービス完全に今スピードオーバーですからね。おお、歩行者、自転車何やってんの引いちゃうぞあれ、危ないな。あー、車少ない。なんかスピード出やすいですね、この道。すぐ100キロ超える。こんな田舎道にオービスなんてつけないでほしいですねわー、何この建物。お城にしてはちょっと格好悪いですよね。おー、危ない。よし、夜が明けてきた。もうちょっとで夜明けかな。4時ですね、今。5時か。残りは300キロ。まだ結構あるな。遅いな、このトラックみたいな。バンか。ブラインドだから抜かせないかな。はい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 。失礼失礼。はい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 。すいませんね。超速便ですからね、急いで行かないといけないから。危ない。結構カーブのきつい道が続いてますね。お、ロータリーだ。ロータリー、うー、なんて地獄なことをしてくれるんだこれははははは。乗り上げてる。これ無理でしょこれ。そしてな、突然廃墟ですね。あ、ソルト。あ、すごい塩田。これ塩の湖、塩湖。あ、すごいすごい。お塩をあれしてんのか、みんなで。ここソルトって書いてましたね。わー、すごいすごい。これ全部塩か。危ない危ない。ごめんなさいね。オービスに注意だな。そろそろありそう。あー、ありそうだな、これ、オービス。あー、謎の。おお、止まれるこの距離で。よし。で、なんか海外は一時停止しなくていいんですよね、踏切。うん。まあいいですね。これ200キロ。朝になると通行量が、昼間は通行量多いんですよね。もうちょっと夜のうちに結構進みたかったな。おお、なんだこの矢印。あ、追い抜き OK か。でもやっぱ乗用車早いな。またこれは眠気を誘うなんかちょっと木がはみ出てるけど、あれは当たり判定ないよな。わー、何この紫の花畑は。何の花畑。うわ、また自転車だ。結構自転車走ってますね。オービスあるかなこれ。あ、自転車専用道路もありますね。牛もいる。オービスあんのかな。うーん、これはいけない。
街中入んのかこのまま。呪い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 。嘘、速度超過。そしてハンビーが、またロータリーですね。ロータリー狭いから嫌なんだよな。ちょっと道が細すぎですねこのロータリー。慎重に行かないとまた縁石に乗り上げちゃう。細かい道ですね。高速は走んないのか。スペインはあんま高速、あ、待って、何これ、黄色信号になってるけど気をつけていけってことか。結構歩行者いますね。うー、飛ばすなトラック。あ、ここ国境か？あ、ここ右か。よいしょ。内輪車さんに注意ですね。レーダーモッドがあるんですかね。謎ですね。ありそうだけど。まあ、それを見極めるのも、あれ、うわー、何この道、すごい砂利道入ったな。おーおーおお、すごい道だなこれ。ちょっとちょっとちょっと、なんでそんな出てくる。危ない危ない。何考えてんだ今の入り方。ひどいな。お、またロータリー、なんかすごい国旗が、なんだこれ、ポルトガルってどんな国旗でしたっけ。あ、なんかいろんな国旗が出てますね。狭、狭いですねこれ。ちょっと無理でしょこれは。ちょっと工事しすぎじゃないですかこれ。狭いな。あ、ひどいひどいこれは。はみ出ないと曲がれないぞ。対向車も来たら絶対無理ですね。よし、ここをまた左か。おっと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 。ちょっとスピード出しすぎましたね今のは。危なかった。ほんとスピードだよなこのトラック。加速がいいですよねボルボは。すごい加速がいいからちゃんと減速しないと危ないですね。あ、いいか。あ、バイクがある。バイク見てください。初めて見たバイク。バイク走ってるんだ。モッド入れたからかな。初めて見たバイク。すごいすごい。バイクもあるんだ。初めて見ましたね、こんだけ走ってて。バイクも走ってるんだ。モッド入れてあるんですよね、AI モッド。AI なの、車の種類とかを増やすモッドですね。それの関係で、というかこれなんか面白い電柱ですね。電柱というか街灯というか、おしゃれな街灯になってる。面白いなスペイン。やっぱ国によって全然風景が変わって面白いですね。走ってて、バスで待ってるぞ。これモッドですからね、ここら辺も。ほんと作り込んであるよな。まだ終わってないですよ。今日は結構走りますよ、ユーロトラック。
ちょっとガレージを買いたい。危ないなこれ。あ、なに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 、くそ。そんなことする？ちょっと危なすぎてクラクションも鳴らせなかった。完全に見てなかったですね、あれ。幅寄せされた。ひどいな、今の幅寄せは。今のはなしでしょう。まあ、こっち追い越し車線じゃないから行っちゃダメなのか。危なかった。お、なんか高速っぽいとこ入りましたね。ちょっと今のは良くない運転手ですよね、あれ。でも海外だと本当煽っても相手が違う国の人とか、国を国境を越えた煽りになりそうですよね。運転荒そうですよね、あっち側の人たちは。ヨーロッパとか。いろんな国の人が運転してるわけですもんね。120キロ。すごい。あ、このトラックですね、さっき。出してこう。何考えてるんですかね。しかも結構スピード出してんな。抜かそう抜かそう。ちょっと怒りのクラクション一発。危ないですよこれ。よいしょ。危ない危ない、フラフラしちゃった。あ、危ない。ちょっと危なかった。結構スピード出しちゃいましたね。あー、これ気持ちいい道だな。これはいいですね。曲もまた。あー、車来てるけど入れさせて。申し訳ない。ありがとうございます。ちょっと今のは強引でしたね。ただここは抜かしたかった。いいですね、この曲は。飛ばす曲ですね。ナビあんま見てなかったけど道間違えてないですよね。あ、オービスありそう。よし、スイスイ行きましょう。おーおーおお、はい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 、お邪魔しまーすと。あ、オービスだな、あれ料金所か。あ、オービスですね。あー、なんだ。ただの歩道橋でしたね。落としちゃったスピード。うわー、ちょっと詰まってきましたね。ちょっとこれは、あ、オービスオービス。あー、他の人も絶対捉えてるでしょ今の。なんで狙い撃ちされるんだこれ。納得がいかないな今の取られ方は。全員捉えてたでしょ今の。しかも80キロ制限ですよね。そうか、それでちょっと流れが遅くなったのか。お、街中だなこの先。3回目ですね。地味に痛いんですよねこれ。街中だからまたありそうですね。どうなってるこれ。危ない、危ない。嘘でしょ。何考えてるんださっきから。ぶつけたくないですよ、マイカーですから。これマイトラックですからね、ぶつけないですよ。
これ止まれなのか？なんか止まってくれますね。そしてすごい交通量。あ、止まってくれた。ありがとうございます。鳴らしとこう。これ止まるのか。だからさっきも入ってきたのかな。なんか交通のあれがルールが違うみたいですね、あそこ。もしかしたらこっち側が一時停止だったのかもしれない。そんな感じでしたね。止まってくれてましたもんね。ちょっと交通ルールがわかんないな。ちょっとコーヒー飲みたい。ああ、いけない。ずれちゃいますね、やっぱ。ふらふらしてる。意外と距離あるな。真ん中に。お、ポルトガルかな、これ。国境っぽいですね。国境は結構オービスあるから気をつけましょう。おー、川かな？川ですね。発電所か、これは。あ、ポルトガル。国境ポルトガル入りましたね。なんか標識あったけど分かんなかった。たまーに危険な運転してきますからね、 NPC も。あ、オービスあるのか。ちょっとゆっくりなりましたね。流れが遅くなった。嘘。あ、料金所か。本当無意味なブレーキングはやめてほしいな。まあでもだいぶブレーキが強くなったんで、急なあれでも対処できますね。え？嘘。今ので速度超か。それないでしょう。鳴らされてる、鳴らされてる。大丈夫か？怒られてましたね、なんかトラックに。入ってきそう。行きましょう。あ、この先もう右入るのか。なんか工事してますね。あ、なんか作業してる。落下物でもあったのかな。ああいうの面白いですね。4回か。今日距離短いのにな。速度超過しすぎ。これが結構横転しやすいとこですね。ああいうとこが危ないですからね、トラックは。リアルでもああいうのは多分横転するんでしょうね。ああ、またか。また速度超過とりあえず40キロ制限ですね。ゆっくり行こう。あ、もう7キロか。もう着きますね。あ、危ない。ちょっとぶつかりそうだった。もうこの街っぽいですね。なんか詰まってるぞ。あ、右折車か。左折車か、こっちだと。よし。おー、狭い。
もう着きますね。エボラ。エボラでいいの？なんか広告も出てんな。うわー、ゴミが散らかってる。なになにこれ。ちょっと荒れてますね。お、車の輸入場所かこれは。同じような車が。あ、バスも止まってますね。あ、違うな、これ、あ、ベビーカー引いてる。すごいな。よし、行こう。ちょっとまだな、コーヒー入ってかなり元気ですね、今。子供飛び出し注意。やだな。あー、公園か。子供の公園ですね。街中だからスピード出さずに行きましょう。なんか人が多いですね。にぎわって、あ、ワンちゃんもいる。初めていたワンちゃん。これ M はマクドナルド？よし、曲がりましょう。ああちょっと勘弁して。で、路中も勘弁してほしいな。これですね、ここだ。さあ、難関のバック駐車ですね。久々だから。どういうとこだろう、これ。最初になるべくまっすぐしたいんですけどね。止めやすいとこだといいな。ああ、狭そう。来ましたね。ゆっくり行きましょう。最初に、わあ、ガラスの、あれですね。なるべくまっすぐにして、なるべくハンドルを切らないようにしたいですよね。ああ、もうちょっとこっちだな。ゆっくりゆっくり。ああ、これで真ん中がわかんなくなるんだよな。ずれてますね、微妙に。ダメだ。あ、いけた。ひどいな、これ。せめてここだけをまっすぐしたいな。あー、ずれてる。まあいいか。まあいいですよね。OK にしましょう。よーし。